さあ、それではブレスオブザワイルドの続きやっていきます。さあ、今回からは世界各地を再び回ってみて、何か変化がないかチェックしたり、また新しいところに行ってみたいと思います。さあ、というわけで、この祠の近くにプリコちゃんがいるから、ここからスタートしていきましょう。母ちゃまかくれんぼ、プリコ見つける。うん、一緒に遊ぶ。ダメ、なんで。今は母ちゃまと遊ぶ、兄ちゃまは後で。後でか、そっか。なんかのっけからめっちゃ重い話が来ちゃったんだけど。そっか、かくれんぼか、いいね。うん、またね。おう。うん、さあ、というわけで、いきなりしんみりしちゃったけど、さあ、どこから行こうか。よし、じゃあドゥランさん家から行ってみましょう。お、寝てる。おはようございます。あ、うん、最近眠りが浅くなってしまいましてね。リンク殿もお疲れなら宿で休まれてはいかがですか。うん、ていうかドゥランさんもお布団で寝られてはいかがでしょうか。疲れますよ。うん、うん、なるほど。ドゥランさん、あれかな、プリコちゃんにお母様はかくれんぼしてるんだよとか、そういう設定で話してるのかな。そう考えると結構切ないけど。さあ、ナーキンさん、おはようございます。うん、最近全然カチコチ系作ってないからな。最初は結構作ってたんだけど、もう服がめっちゃ硬くなっちゃったから。剣とかと違っていつでも同じ強さを発揮するってのはいいよね。防具とかも破壊されちゃうゲームってあるじゃん。あれと比べたらかなり優しい方ではあるよね。耐久度がないっていうか。うん、あ、ここだけかぼちゃがないんだ。はい、こうして見ると結構ナーキンじいさん背高えな。お、いいね。防御こそ最大の攻撃だと信じておるでの。うん、俺もどっちかっていうとそっちの方かな。しっかりガード結構重要ですよね。さあ、ナーキンさんちはどうだろう。メロバーさんは出かけちゃってるかな。いないね。こういうところに何か物があるとかメモがあるっていう可能性はあるんでしょうか。よし、じゃあまあとりあえず入り口の方から見ていこうかな。お、バナナさん、おはようございます。うん、シーカーストーンってさ、結局リンクじゃないとシーカータワーとか起動できないんだっけ。なんかその辺の設定はちょっと詳しく覚えてないんだけど、確かに、いや待てよ、もともと写し絵みたいの使ってたんだから、一応ゼルダ姫とかも使えるのかな。うーん、ちょっとわからんが、みんながこうアイスメーカーとかできたら割と便利そうだけど、気になるよね。つうかシーカーストーンって1個だけしかないのかとか、その辺もまだ分かってないかな。うん、あ、っていうか、あれ、シーカーストーンってもともと海星の祠に一緒にあったよね。たまたまあそこにあったわけではなくて置いてくれたんだから、どうなんだろう。リンクがシーカータワーを起動させてようやく試練の祠にエネルギーがこう伝わるようになったんだから、うーん、ちょっと今頭の中がこんがらがってるけど、おそらく勇者じゃないと使えないんでしょうね。ああ、お、英傑の服の話が出てくるだと。よくお似合いでございます。おお、リンク様が腕を通された姿をこの目で見れる日が来るとは夢のようでございます。お、おお、へえ、服装の話が出てくるっていうのは結構珍しいかも。いや、裸だと結構話が変わるから、それはそれで服装と言えなくもないのかな。マスターソードの話は結構出てくるからね。もう一回。ああ、うん、あ、なるほど。うん、じゃああれかな、例えばクライム系を装備すると山登りしてる人が何か、お、いい装備だねとか言って言ってくれるとかあるのかな。なくはなさそうな気もしてきた。うん、
結構テキスト用意されてるかもな。ラズリさんち。いないと。うん。てか、この置物は何なんだよ、これ。家に置いとくものなのか？他には？座布団。うん。これは椅子でしょ？オン。お茶に？急須。うん、なるほど。明かりは一体どうやって作ってるんでしょうね。ガスとかじゃないよな。ろうそく？うん。古代炉から何かエネルギーをもらってるとか。古代炉なんてこの辺りにないけど。さあ、タニシ。結局ここの水たまりは一体何のためにあるんでしょうね。あ、タニシを養殖してるのかな。え、やばい、取っちゃった。まあいっか、取っちゃったものは盗んだような気がするけど、まあいいか。さあ、ゴスティン D さん。ああ。うん。めっちゃ俺濡れてる。味よし、見た目よし、作り手よし。うん。ん？お、頑固じじいね。でも人参だってね、ちゃんと焼いたり、うまく煮詰めれば甘く美味しくなりますからね。頑固じじいって？ああ。うん。鎧かぼちゃを育てとるじじいのことじゃ。昔からあいつとは反りが合わなくてのずっとこれやってるんだね。和解することはないのかな。ええー、うん。なるほど。そーっと近づきすぎて獲物を仕留める前に日が暮れる始末じゃっていうのもさ、一緒に漁に出てるっていう設定がなかなか面白いよね。お前ら仲がいいのか悪いのか。ゴスティンさんなんかちゃんとじっと待ってくれてるのがすごいよな。わしだったらもう真正面から切りかかるわいみたいな感じがするけど、意外と遠慮するっていう。うん。攻撃こそ最大の防御。それもまた位置でやるんだよな。弓矢の攻撃とかね、先んじて氷の矢を当てちゃうとか、そういう戦法強いですからね。うん。お、はい。基礎知識を教えてくれるんだよね。さあ、というわけで次、メロバーさん。大きくなったのーって。梅ってどれぐらいで、いや、どれぐらい経ってこれぐらいの大きさなんだ。梅ってもうちょっと大きくない？気のせいかな。メロバーさんが確か生まれた頃に植えたとかそういう話じゃなかったっけ。メロバーさん意外と若いのかもしれない。忍耐と繁栄の象徴。自分たちの境遇と重ね、梅の木を村の守りとして大切にしてきた。うん、うん、そうだよね。インパ様が植えてくださった特別な梅、荒らされんように見張っとかんとな。確かに荒らされんようにっていうか、結構荒らされたりするんでしょうか。いや、俺も確かにちょっと入っちゃったことあるけど、荒らすべからずなんていうのかな、このトイレをきれいに使いましょう的なああいう文句、こういうのって書いておくと逆効果になるパターンも結構あると思うんだよね。天の弱な人って結構いるからさ、ついついなんかそう書かれるとやりたくなるみたいな。っていうか、このゲームは大体そうだよね。天の弱なところをこう許してくれるというか、楽しませてくれるというか、うん、こういうところに何かコルグとかいたりするのかな。コッコさんを探すときに上に登ったけど、コルグは探してないや。うん、あれ、ここってどこ産地だったっけ。まあいいや。さてと、こう降りてこう来る。うん、カンギスさん。お、ああ、写し絵の話。一回アルバムを見せるともう写し絵の話しかしないのかな。ラズリさん。はーい。うん、オシャンティー。オシャンティーって言うちゃちょっと違うかな。オシャンテー。最初これ御社邸とか言って呼んじゃったんだよな。お、クラリさん。あ、じゃあクラリさんの前でなんだっけ、忍びスーツ着てみようかな。話変わるかも。はい。うん、特に変わらんかな。さよなら。じゃあハイリア系。ハイリア系結構懐かしいかも。うん、そんなものか。やっぱりちょっと特別な服じゃないと話変わらないかな。
裸は結構特別な服と言えなくもないんだけど。うん、あれ最初だけかな。うん、そうだね、裸にだってそれぞれの機能があるのかな、ないのかな。裸って結構いろんな機能が備わっててもおかしくないと思うけど、このゲームだと何の利点もないんだよ。さあ他にはボガードさん。おう、うん、イーガダンがまた不審な動きを。うん、さよなら。イーガダンにとってガノンにあだなす者は全て敵。あなた様もお気をつけください。そういやそんな設定あったね。コウガ様が倒れてまだイーガダンが残ってるってことは、幹部連中はなかなかうまくやってるのかな。なんか棟梁が倒れると幹部たちがこう内部分裂するみたいなイメージあるけど、意外と結束力高いね。あ、そっか、ガノンっていうこう頂点があるからまとまってられるのかな。結構なんかガノンの進行してるって割には魔物たちと仲良くしてる雰囲気もないから、どういう関係なんだかちょっと気になりますよね。イーガダンについてちょっと詳しく。うん、これは聞いたことがあるよね。うん、うん、疎まれちゃうか。うん、はい。結構話としてはひどいけど、そうでないとこのゲームが始まらないっていうのもあるからしょうがないな。よし、さてとココナちゃんはどこ行った。素材屋さん、ストラバーさん。ああ、うん、特に変わらないかな。おすすめは、ああ、おすすめ品しか置いてないっていうのはなかなかいいよ。はい、ほう、うん、特に変わりはないかな。宿屋はもちろん変わんないだろうけど、このなんていう名前だったか忘れちゃったな。オリベーさん。ほう、うん、わば、お客さんかな。うん、なんでいつもあんた眠ってんの。 あ、はい、さよなら。おう、ぐっすり眠れるのに。っていうかお前はそうよく立ったままぐっすり眠れるな。そっちの方がすごいよ、ある意味特技だよ。うん、よし、じゃあせっかくだから最後に残った弓矢さん、弓矢さんと言うべきなのか。うん、あ、まだ入荷してないか。結構入荷遅いんだよね。さあセローラさん、うん、さよなら。うん、うん、あらら、あれからボガードさんとはどうなったんだろう。進展とかないのかな、復縁とか。これはちょっとやめてとか言って、だって叩き落としたくなるでしょ、こんなの吊り下げられてたら。何のためにこれ壺売ってんの、気になる。何の壺なんだろう。まあいっか。よし、さあこれで大体かかりこ村は見て回ったかな。ココナちゃんの姿が見られないけど、どこにいるんだろう。あ、いたいた。あれ、あ、プリコじゃん。なんだ、姿が似てるから。お、あ、はい、一緒に遊ぶ。おう、あれ、これ何やったんだっけ。追いかけっこしたんだっけ。だから忘れちゃったな。じゃあかくれんぼで。お、いいよ、プリコ隠れる。でも夜ご飯になったら姉ちゃまのとこ帰る。お、そうだね、かくれんぼでたまにこう夜遅くまで隠れてるっていう、そういう話よくあるけど、あのパターンにならないように。あと5時間ぐらいしかないぞ。プリコちゃん探せって結構大変じゃない。いるいる、姉ちゃま、ヒント。お、親切なお兄さん。うん、コックさんか、すごいよね。うん、お、うん、さ、いい話になった。ところでプリコか、なんかこういうとこに隠れてそうなイメージあるけど、あ、さすがに入れないか。どのあたりにいるんだろう、木のうろとか。
結構、お、あ、びっくりした、ラズリさんか。ボガードさん、うん、お、コッコちゃんいいか。お、どこを飛んでも恥ずかしくない天使のようなコッコばかりでしょ。飛ぶ当たり前じゃないですか、飛ばぬコッコはただのチキン。コッコを持ち上げ高台から飛び降りる時のあの下腹部がもわっとなる瞬間、うん、わかるようなわからないような、もうコッコなしでは生きてはいけません。ボガードさん普段からコッコちゃん使って飛んでんのかな。コッコちゃんをなんていうか両手で2羽持てば結構飛べそうな気もしますね。二刀流みたいに。まさかこっちの方にはいないだろうな。木の上とかよくあるパターン、缶蹴りとかでさ、木の上とかこういうところにこう隠れてやり過ごしてみたいなパターン、これは結構難題かも。じゃあ55役まさかの本気モード、さあ行くぞ。お兄さんめっちゃ本気でやるからね。さあ家の裏手、いないか。何か声とかしたら分かりやすいけど、かくれんぼっていうからには見つけづらい場所にいるに違いない。うん、コッコさん、まさか梅園にはいないよな。すまんコッコさん、うん、お、いたいた、見つけた。 お、ポリコ見つかった。なかなか難しいとこにいたね。でも楽しかった。お、あ、ありがとう。いいのかな、カチカチ。わあ、岩塩、そのままでは食べられない。うん、かけっこかけっこ。お、じゃあ追いかけっこは前やったけどどうしよう。っていうかこれかくれんぼって何パターンかあるのかな。また同じ場所に隠れてたら結構面白いけど、追いかけっこ、うん、はーい。今お兄さんあれやで、移動力アップすごいぜと思ったけどいないぞ。どこだ、あら、やばい、見失った。うっそ、かくれんぼ状態じゃん。さすがに道なりにはいるでしょ。猛ダッシュ、どこじゃ。なんか前も同じようなことやったような気がするけど、まさかのどこにいるかわからない。あ、いた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 、なかなかちっこいから、グヘヘヘヘヘヘ、このグヘヘヘパターンも結構やってるだけ。うっそ、まさかの追い詰めてくる。うん、捕まえた、すげえ、びっくりした、今ここ登るかと思ったよ。あ、はい、宝物どんどん奪っていく。岩塩好きだね。うん、よかった、料理に使うよ。岩塩って実際俺使ったことないけど、やっぱりあれかな、鍋とかに落としておくと塩が、塩分がこう染み出してきて美味しくなるとか、そういう感じなのかな。うん、さあこれで大体かかりこ村を見て回ったと言えなくもないでしょう。さあドゥランさん、お仕事モード。おお、お、あ、はい、懐かしい。うん、うん、これだけ近くにいながら大妖精様のとこに一回も行ったことないってのはちょっと、だってルピーさえ払えば会えるんだから、今までみんな会ったことないってのは割とひどい話かもしれない。うん、よし、じゃあかかりこ村周辺の話だいたい行ったよね。まだ行ったことがない場所はないかな、せいぜいこの辺りだよね。この辺りってなんだっけ、確か双子山、
のイワロックの兄がいるとかいないとかそういう話があったけど、どのあたりかな。おそらくこのあたりじゃないかな。あ、いや待てよ、ここあれか、敵がいたところか。じゃあどのあたりなんだろう。まあいつか探しに行きましょう。っていうか会ったことあったっけ。最近ちょっと記憶が曖昧でボケてきたかな。うん、よし、じゃあアテノ村の方に行きましょう。っていうかこの辺りかな、まだ行ってないところは。この辺りから南の方に来て、姫井田山、塚家大地、ここなんかは結構怪しいよね。他にはこことか、うん、結構いろいろあるかも。まあとりあえず果ての村の方に行きましょう。さあ懐かしの山仮名の祠、桜田さんに話を聞いてちょっと家を拡張してもらおうかな。お懐かしゅうございます。うん、うん、いつも裸で会ってるから。お、いい式だったわね。そうですね、しか選択肢がない。羨ましいとかないのかな。うん、えのきだとは長い付き合いだけど、あんな嬉しそうなえのきだ見るの初めて。さて仕事を続けようかしら。うん、はい、ちゃんと結婚式の話聞けるんだね。さあ桂田さん、こんちはっす。自分たち今果ての村に戻ってきたとこっす。それにしてもえのきださんの結婚式よかったっすよね。奥さんのパウダさんもお綺麗だったっす。自分も早く結婚してなんつって。うん、桂田さんも結構リア充だよね。うん、えのきだはまさかのえのきだ聞いていく。うん、お、仲良くやってるはずよってちゃんと言ってくれる。あい、それは眩しく、そして誰にも犯すことのできない二人の聖域。他にご用は。うん、シンプルだね。お、あ、ダンスしまった、久しぶりに見ちゃう。ダダダダダダ、ふわふわシャキーン。ありがとうございます。すっと戻っていくのがいいな。作ってほしい。うん、家具、じゃあベッドかな、照明、ドア、じゃあベッドで。うん、うん、出せます。はい、うん、ん、へえ、ああ、陽気なリズムで。いい感じよ、よかったら見てきて。はい、さてと上の方かな、ちょ登れない。お、いいね。なるほど、すぐ朝日が差し込まないような配慮がされてるって感じかな。うん、っていうかさ、ゼルダ姫を救い出したらどうするの。ハイラル城に住むわけにいかないよね、あんなに廃墟なんだから。しばらくはこの俺の家に泊めることになるのかな。じゃあもう一個作ってもらおうってわけにはいかないんでしょうか。ああ、うん、作ってほしい家具。2個目はないか、しょうがないな。じゃあ照明。うん、はい、おほほほ、はーい、あー、おう、うん、
前から思ってたけどさ、何か作った後に左から来るってのはどういうことなの？うちは関係ないの？まあいいか。おお、照明ついた。照明ついたっていうか、これただ取り付けただけなのでは？あれ？今までこういう針とかはあったか？うん、謎の明かり。まあファンタジー世界ではね、消えてなくならないろうそくとか当たり前にあるから、まあ大丈夫でしょう。うん、他には外光。うん、さあこれがどんな感じに変わるか見てみましょう。表札が欲しい、お花畑が欲しい、木を植えたい、結構いろいろある。どうしよう。まあじゃあお花畑から。うん、はい、どんどんやっちゃおう。お花畑ってああいう形？うん、いい仕事ができたわ。はいっす。さあお花畑、わー、うん、なるほど。意外と手入れが大変そうな感じですね。イメージとしてはなんか梅園的なものを想像してたけど、まあこんなものか。木を植えたいとなるとどうなるんでしょう。あ、この宝箱はあれか、果ての村特有のなんでもないやつ。あ、すぐ騙してくる。もしかしたら宝箱ってなんか空中とかを飛んでるのでは？そんなことはないかな。空飛ぶ宝箱とかあってもおかしくないと思うけど。うーん、気になる、気になるけどしょうがない。じゃあもう一回、外交。さあこんな感じから木を植えたい。はい。へえ。わお。お、ああ木を植えたいってそういう。うん、ノコギリが引いてダメなら押してもダメよって。じゃあどうしようもないじゃないかと思うんだけど。おー、なんか気のせいかより荒れ地になっていったような気がするけどお庭ができたと思えばいいのかな。でも花畑と同時に木もこう植えるってなかなか難易度高いな。手入れ大変だよね。うん、俺てっきりこういうのがなんか1本2本入るかと思ったんだけど、まだまだ若い木だね。よし、まあ今回はこんなものかな。今回果ての村の話はまた後で聞こうかなと思います。というわけでこっちの方行きましょう。馬がないからしょうがないな、自分の足で行くか。お、悪魔の像、懐かしい。スルー、圧倒的スルー。おお、この角度で見る果ての村付近ってなかなかないかも。わあ高え。タルホ池から西の方、ジャラコの宝箱を取りながらこの辺り見ておきましょう。結構広いかも。まあちょっとぐらいなら時間オーバーしてもいいかな。さあじゃあ行きましょう。お、なんだ。これはもしかしてもう終わっちゃった。あ、これはちょっと夢中だな。おい、あ、逃げられた。戦うか。結構やりタイプ嫌いなんだよな。殴っちゃおう。あら、やば、ごめんなさい、嘘です、ごめんなさいもうめんどくさい。さすがに近距離タイプと遠距離タイプ2体同時はきついな。
逃げよう。戦術的撤退。しっかりガード。あー、ちょっとダルケルもったいないかも。外しておこう。ほっ、あ、ふう、あー、バナナが、うん、まあしょうがないか。よし、届かない。あら、バナナ、うん、もうちょっと向こうかな。おっ、あれ、ないぞ。あ、あったあった、浮いてるやつだ。ぬう、よし、オッケー、よし。さあ次は一応破壊しよう。こっちか。ないよ。あ、これか。じゃあ行こうかな。おい、ふっ、なんか思ったよりも高い。下の方には何か、コログがいただけか。あれ、あ、二連休だな。一瞬ヘビかと思った。あ、これか。お、出てきた。うん、チェック。それほど多くはないかな。あ、めんどくさいのが出てきた。全然違う。よし、お、寝始めた。よし、じゃあ忍びスーツで行っちゃいましょう。あら、バレちゃうかな、これは。引っかかってる。バレた。わあ、まずい。おお、ちょっと、マジか。結構恐ろしい。これ使っちゃうと悪人が降りてきちゃうかな。まあいっか。あ、そうでもないや。よかった。大丈夫そうかな。なんで君ちょっぴりダメージ受けてんの。なんかやったっけ。あ、さっき敵に撃たれた爆弾矢か。火の矢かもしれないけど。じゃあドスンと。ちょっと微妙な位置。わあ、ほっ、これはまずいぞ。あら、どういうこと。ちょっとめんどくさいことになったな。
もったいないから、こっちから。ほい。よし。OK。さあ、こっちは、どうしよう。白銀をやっつけなくてもいいかな。あれ？あれはもしかして、あ、びっくりした。一瞬、祠が映ってるかと思った。ね。赤いレーザー光線が遠目で見ると、オレンジ色に見えるんだな。わ、しまった。上の方にまだいたのか。めっちゃ見られよる。よし。さあ、ようやくゲット。よし。壊れそうだから殴るのやめとこ。お。うん。じゃあこれは消しちゃっていいかな？こっちの方か。やっぱりまだ見てないところにあるのかな？あと1回か2回ぐらいだったら使えるような気がする。よし、これを切り替えて OK。 こっちか。さて、この辺りはマブルッド平原の中の森っぽいところ。こういう普通の冒険懐かしいな。最近ずっとハイラル城だったから森が懐かしい。お、わあ、よし。あ、お前か。さあ、敵はあれだけかな。お、さあ、お宝発見。これは、あ、敵か。わあ、よし。あれはどうやって取ろう。届くかな、これ。怪しいな。お、あー、しまった。そうだった。あ、浅くてよかった。オッケー。さあ、この辺りのお宝はなくなったかな。うん。コログとかいそうな気配だけど、どうしよう。おっと、ちょ、なんかやたらとチチュが多いな。何もなさそうかな。よし、じゃあこの森はまた後で見ておくとして、上の方登っちゃおうか。この辺りからこんな感じで南の方に下っていきましょう。楽しちゃおう。
さあ、登ってみると、まだ高いところがあるか。下の方ってどうだったっけ？ロズウッド山のラナコ。ラナコは行ったことあるよね。で、温泉。うん。OK。じゃあ、この辺りから南の方だ。じゃあ、ゴーゴー薬。あそこが温泉で、そしてあっちがでかい木があるけど何もないっていうところ。じゃあ頂上を登ってみましょう。足音がないとちょっと寂しいな。クライム系に切り替えよう。わあ、いい景色。おお。まあそれはそれとして何かないかな。うん、確か巨人がいっぱいいたところがこの辺りだから、ここ何もないって結構意外だな。よし、じゃあ向こう側行ってみましょう。亀裂チェック。おっと、さあ、この辺りは？あ、意外と、あれ？あ、しまった！飛ぶ方向を間違えた。まあでもこの辺り見てないからまあいいか。本当だったらこれ東の方に行きたかったんだけど、めっちゃ普通に間違えた。さあ、テルメ山の一番高いところ。特にこれといったものはないかな。ここはちょっとどころではなく怪しいけど、うん、ここってこうくるっと一周回ってこれるんだよね。一応見ておくべきかな。反対。おっと、懐かしい牛さん。これは見たことあるのかないのかわからないから見ておこう。何もないか。おっとっとちょ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 、あれ？うん？うん。なるほど。ここをこうやって行ったんだよね。なんかめちゃくちゃ怪しいけど、何もないってことあるんでしょうか？よかった。おっ、よし。来てよかった。なんか今トカゲ浮いてなかった？うん、よし。じゃあテルメ山を通って東の方に行きましょう。本来ならあっちの方に行きたかったんだよな。よっ、ほっ、はっ。オーケー。よし、じゃあ行きましょう。ほっ。ぬ、
ちょっと気になる場所だけど、どうする？見ておくか。見ておこうかな。うん。オッケー。はっけ。よっ。はっ。よっ。ちょっと、中途半端なジャンプだな。ほっ。さあ登ってみて、おっと、スカイエー大地、おお、こっち来るのか、おお、びっくりした、撃っちゃうぞ、並走しながら撃っちゃうぞ。リンクのこの横歩きの速さに笑ってしまう。うう、さあスカイエー大地、あそこは行ったね。大丈夫かな。よし、おっと、なんか今日は随分チュチュが多いな。相手にしてられん。お、発見。わあ、ちょっとカモが。俺はやるしかない。と、いいね。やっぱハイラルの大冒険楽しいな。さあこの辺りはスカイエ大地のちょい南の池、九半池の上か。よし、じゃあテルメ峠の方行きましょう。とりあえず稜線に従っていこう。頑張れ。この辺めっちゃ白いな。うう、うん、何かありそうで何もない感じかな。あの辺りって見たっけ？ちょっと覚えがないかも。うん、あそこは何かありそうだけど、ここがもともと一体目の巨人がいて蜂の巣があったんだよね確か。あ、それはこっちだったかな。うん、忘れちゃった。地形的にはそんな感じがするけど、遠いから見当たらないのかな。うん、じゃあテルメ峠付近はだいたい OK かな。お、出てきた。さすがに弾はもうないよね。うん、守るべき弾がなくなってもずっと寝てるんだから、気楽なものというか羨ましいというか。こうしてみると結構この辺りはこう詳細が出てくるまで結構長いな。長いというよりかは近づかないと出てこないというか。さあこの辺り、俺はうん、あれ、この辺りって来たことあったっけ。確か
ウォートリー村を出発してこう来て、で岬からこう来たわけだから、この辺りなんかはかなり怪しいけど、あ、そっか、ここって穴が開いてて下が抜けてるところか。でも何かあってもおかしくない感じはあるかな。うん、じゃあ一応見ておこうか。もしもなんか一回行ったとこなのにもう一回行っちゃってたらごめんなさい。ハイラルの大地結構広いからな。さすがにちょっと通ったかどうか忘れちゃうところもあります。うん、滝、あの辺りは、うん、これは亀裂じゃない、亀裂っぽくは見えるけどやっぱ違うか。 OK、 だいたい大丈夫かな。わあ、逃げろ。わあ、しつこい。止められないだと。わあ、ちょっとどこ行った。うん、よし、剣ビームで魚取り、やった。こういうの一石二鳥、一石二鳥というか一石二魚、言いづらい、一石二魚。うん、他には何もないかな。OK、 大丈夫でしょう。よし、じゃあとりあえずここからこの辺りまで見て一旦区切りとしておきましょう。雰囲気的にはなんか一回来たような気がするけど、まあ念のためもう一回見ても損はありますまい。うん、確かヒノックスがいたような気がするな、下の方に。上の方はどうだったか。ぬ、怪しげな緑だけど何もない。おお、なんかあれ、こんな感じなんだっけ。ここどこだ。うん、さすがにこの辺りは見たことあると思うけど一応見ておこうか。雨か。お、うん、そうだね、三本リンゴのところから登ろうとしたことがあったからだいたい大丈夫かな。うん、下の方は大丈夫か。宝箱の感知がないから多分平気でしょう。お、なるほど。あ、これは来てない。おっ、よし、あら、これは、お、来たよし、結構今回なんか来てよかったっていうところいろいろ出てくるな。そしてすまん、ギャッ、うだった。よし、オッケー、もう一個、よし。あれ、あ、トカゲいたんだ。気づかなかった。よし、さあ、てなわけでだいたい見て回ったかな。
果ての村の西の方、マーブルット大地から、平原か。平原から、姫井田山をこう、南の方に向かってきたおかげで、何体いたっけ ?1、2の3ぐらいかな?あら、そうでもなかった。2体だけか。うん。あ、そっかそっか。テレメ山の方に行って見つけたから3体か。ってことは、まだ見てないところあるかな?ここ一周回ったから、見て回ったような気になっちゃってるけど。うん。お地蔵さんはやってあるから、いいよね。ここって見たかな?見てないかも?フロリア山、登ったことはあっても、あ、チェックが入ってる。あれ?うん。まあ、いっか。まあ、今回多少なりとも収穫があったから、いいでしょう。じゃあ今回はここまでにしておきましょう。ではまた次回よろしくお願いします。